パナールディナ10パナールディナ10ユーティリテールパナールディナ X はフランスの自動車メーカーであったパナールが1946年から1954年まで生産した小型大衆車である。かつてはフランスを代表する4大自動車メーカーとして保守的な大型車を生産していたパナールは第二次世界大戦後の社会の変化に対応すべく小型大衆車生産に転身した。その第一作がディナ X である。ルノーやシトロエンのような大メーカーの大衆車よりはワンクラス上を狙った極めて個性的な設計の乗用車で前輪駆動乗用車設計のパイオニアとして知られるジャン・アルベール・グレゴワールの設計になるアルミ系軽合金アルパックス製のプラットフォーム型セミモノコックに後に高級車ファセルベガを生産するファセルメタロン製造のアルミボディを組み合わせ600から 850cc の空冷水平対向エンジンを搭載。ディナ X のエンジンやシャシーは DB などのスポーツカーレーシングカーのベースとなった。日本へは1950年代前半に輸入され、主な納入先は自動車メーカーの研究用であったが、一部はタクシーにも用いられ、当時の過酷な道路事情でたちまちトラブルが多発し、交換部品の入手難から使用不能に追い込まれたと言われる。ありがとうございます。